マリサ、今年は大河ドラマの主人公が徳川家康だからか、戦国時代ネタの記事をよく見かけるね。ああ、確かに、そもそも世代問わず人気のある時代だしな。戦国時代から江戸時代にかけては大土木時代でもあるし、その辺も詳しく取り上げてほしいぜ。あれ、土木時代っていうほどのことあったっけ？徳川家康の江戸開拓なんて超有名じゃないか。それにその時代は戦争においても土木工事技術や土木的発想が重要で、特に豊臣秀吉なんか土木を巧みに活かした戦術が今でも伝説になっているからな。そういや川の水を引っ張って敵のお城を水没させる作戦もあったね。そうか、土木技術は武器になるのか。そうなんだ、土木って国力の源だからもちろん軍事力との関係は切り離せないけど、時に戦争が土木工事そのものになることだってあるんだぜ。中でもトンネルを掘って敵地を攻略する戦術は定番で、第一次世界大戦でも大活躍。イギリス軍がトンネルでドイツ軍の前線に地下から回り込み、大量の爆薬で土地ごと吹き飛ばすなんてこともあったんだ。トンネル掘って地下から攻撃、そんな漫画みたいな戦法があったのか。では今回は、土木軍事作戦、行動戦について話していくぜ。ゆっくり土建図鑑。さて、まず行動線とは、というところからだが、これはさっき話した通り、敵側の防御構造物の地下へトンネルを掘り進んで攻め落とす戦術だ。地下から爆破して敵地を一掃するのが一番破壊力があるだろうけど、爆薬がまだ発明されていない時代でも、そのまま敵地に侵入したり、城壁を杭から燃やして破壊したりと、いろんな攻撃方法で適用されているぜ。発想としては単純なこともあって、歴史は古く、ローマ帝国時代にはすでに行われていたんだ。でもトンネルを掘るって大変なことだよね。思いついてもやろうと思わないでしょ。確かに時間と労力は膨大だけど、敵の妨害を受けにくいし、特に飛行機の存在しない時代であれば、難攻不落のお城や要塞を攻略する上で有力な手段だったんだぜ。そっか、城壁を前に孫ついてるくらいならトンネルを掘った方がいいのか。とはいえ実際のエピソードを聞かないといまいちピンとこないよ。そうだよな、とりあえずまずはローマ帝国の時代のものを一つ話そう。取り上げるのは256年の城塞都市プラエウロポス攻城戦。プラエウロポスは当時ローマ帝国の植民都市として繁栄していたんだが、見ての通りローマ東部国境付近に位置しており、ローマの東の軍事拠点として極めて重要な位置づけにあった都市だぜ。これがその写真で、現在は遺跡しかないが、東側はユーフラテス川と断崖絶壁、南北は深い谷間があり、西側もぐるりと囲む城壁によって守られている。唯一弱点に見える西側だって、城壁の突き出た部分には側防塔もあり、きっちり防御を取った作りだぜ。おお、これはかなり攻めにくそうだね。しかし252年、ササン朝ペルシアによって一時侵攻を許してしまい、その後すぐにローマ帝国が奪還するというイベントがあったと言われていてな。これを踏まえて、ローマ帝国は城壁沿いの建築物を破壊した後で、城壁を土盛りで補強し、こんな形にしたんだ。壁に隣接する建物の残骸はそのまま埋められ、城壁の補強材として効果的に機能する構造となっているぜ。これによって、城壁に穴を開けて侵入するようなことはほぼ不可能になり、しかも内側がスロープになっているから、町の外の戦闘箇所に増援に駆けつけることも容易になったわけだ。建物を壊してまで守りを強化したのか、ローマ帝国の焦りを感じるね。うむ、これに対してササン朝ペルシアが仕掛けたのが行動戦だぜ。谷間や断崖絶壁のある場所を避けて、消去法的に西側4カ所からの攻撃となったんだが、例えばそのうちの1カ所、第19側壁塔のあたりでは城壁を地下から地盤ごと崩壊させようと、トンネル工事を開始したんだ。そして、城壁の真下までたどり着いたら、壁に沿ってトンネルを拡大し、その支柱を破壊していったんだぜ。めっちゃ近いし掘り起こした土の山もあるしで、これはもうバレバレでしょ。まあ、ササン朝側も隠そうとは思わなかったんだろうな。それだけ兵力に差があったということだろう。てなわけで、ローマ側もすぐにトンネルに気がつき、反撃用のトンネルを掘り進んで対策を取ったんだ。このトンネルは進行トンネルよりも高いレベルに作られて、3メートルの縦穴でササン朝のトンネルに接続して突入。しかしササン朝側は毒ガスでローマ軍を追い払い、トンネルを完全支配したんだぜ。これでトンネルからいつでも侵入できるじゃん。ササン朝の勝ちだね。だがこのトンネルはあくまで城壁を地下から崩壊させるためのもので、たくさんの兵隊を送り込むスペースはない。だからササン朝側は敵の反撃トンネルを塞いで城壁の破壊に専念したんだ。ただし城壁が補強されていたこともあって、十分に鎮火させることはできず、この作戦は失敗に終わるんだけどな。一方他の箇所では地上から城壁を越えるための傾斜路を作りながら、複数のトンネルを掘り進めた。こちらのトンネルは城壁破壊用ではなく、都市内部へ侵入するためのもので、広々とした作りになっていたんだぜ。トンネルが複数あって傾斜路も作られているのか、さっきよりも派手な攻撃だ。そう、ここでもローマ軍は反撃用トンネルを作るも、この複数同時の進行作戦には対応しきれなかった。
結局一本の巨大トンネルと傾斜路の完成を許してしまったんだ。どちらが決め手になったかは不明だが、これらの侵入構造物の完成によってササン朝軍は城壁内へなだれ込み、あっという間にローマ軍の敗北で決着がついたんだぜ。へえ、この戦争は本当に土木工事の勝負って感じだな。状況によってはトンネル大作戦も全然ありってよくわかったよ。うむ、日本の戦国時代にだって見られた戦術だからな。しかし爆薬製造の技術が発達すると、さらに派手な形で行動戦が活躍することになる。その代表例が冒頭話した第一次世界大戦の西部戦線におけるメシヌ高地の戦いだ。ここで西部戦線とは、ベルギーからフランスにかけて英仏連合軍とドイツ軍が対峙した戦線であり、陣地の周りに掘った溝から敵を迎え撃つ塹壕戦が繰り広げられたことで有名だな。マジの戦の解説に出てきたやつだね。どっち側も相手を塹壕から退陣させられなくて、膠着状態になった戦線だっけ。そうそう、塹壕の鉄壁の守りを前に、両軍ともに決め手にかける状況が続いたんだ。そんな中、西部戦線北部に位置するメシヌ高地においては行動戦によって戦況が大きく変化している。こちらがその戦線の状況で、左がイギリス軍、右がドイツ軍。地図ではわかりにくいが、ドイツ側は高地になっていて、イギリス軍を見下ろすような位置関係だ。このドイツ有利な地理環境の中、イギリス軍はトンネルを掘削して、地下からの大爆発で敵前線を吹き飛ばす作戦を採用したんだぜ。ちなみに、イギリス軍は第一次世界大戦において、主に炭鉱の労働者からなるトンネルエンジニア集団を軍内部に組織していたくらい行動戦に力を入れていて、鉱山の劣悪な環境にも慣れていた作業者たちは大活躍。特に、背中を木製の台で支えて座るような姿勢で足を使って掘り進むクレイキッカーという労働者の活躍は有名だ。メシヌ高地の戦場でも凄まじい勢いでドイツ軍の塹壕の地下へ向かって掘り進めたんだが、ドイツもトンネル掘削の音や振動でイギリスの行動作戦には気がついていて、すぐにカウンタートンネルの掘削を開始。こうして激しい地下戦争へと発展していくぜ。なんか武器が近代化しても、ローマ帝国の時代と似たような展開だね。まあ、いつの時代も行動戦には行動戦で対抗するのが定石だからな。その後はお互いトンネルを探り合い、時には接触して破壊し合いながらも、最終的にはイギリス軍がより深いトンネルを掘削して、ドイツ軍の直下まで到達する。この準備には1年以上かかったが、ついに1917年6月7日、約20本のトンネル内に455トンの爆薬、アンモナルを配置してこれを爆破。結果、推定1万人のドイツ兵が犠牲となる凶悪な爆発となり、これは核爆発を除くと人類が引き起こした最大クラスの爆発だと言われているんだぜ。げげ、やっぱり爆薬の存在する時代になると驚異的な作戦なんだな。うむ、この爆発は代表例だが、第一次世界大戦では他にも行動戦を使った敵陣地の爆破作戦が採用されることがしばしばあって、場所によっては今でもその爆発によるクレーターが残っていたりするんだ。これまたとんでもない爆発の痕跡だね。そして驚くことに行動戦は現役の戦略で、北朝鮮と韓国の国境や衝突の激化するイスラエル・パレスチナ間でも確認されている。トンネル技術も進歩してるし、地下なら国際社会の目からも見つかりにくい。そう考えると現代の戦争に適用されることも理解できるな。そんなことのためにトンネル技術を使ってほしくないけど、長い歴史を振り返ると戦争を通して開発された技術もあるというのが複雑なところだね。確かに戦争は土木技術を発達させてきたんだろうな。とは言いつつ、やはり技術の進歩が停滞したとしてももちろん平和が一番だと思うぜ。ということで今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうだぜ。